そしてこの人も初登場、時野さんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やっと出てくれましたね、時野さん。いやー、長かったですね最初ね、誘ったら遠慮してきますって来て、あ、そうなんですね、はい、3秒で書き出しましたから、はい、多分返信までに7秒ぐらいで返信したと思います。そうだったんですよ。で、あ、もう絶対やってんだなと思って結構前ですけどね、あれ結構前、あ、もう絶対無理だったんかなと思ったら、なんか最近アマンガスでそういう、そうなんですよ、最近ね、これ系のあのゲームをやってて、ちょっとハマってるんで、まあ本家である人狼、そうですね、ちょっとね興味ありまして。あ、よかったよかった。今回予習大変でしたよ。あ、予習しました。黒人さんの人狼の動画を探そうとして、はい、Google で黒人人狼って検索したら、はい、次のサジェストで、はい、下手って出てきましたから皆さんちょっと試してみてください。黒人人狼だとサジェストで、あの、下手って出てくる。下手じゃねえからうまいから大丈夫だから、はい、でもまた予習もじゃあバッチリと。いや、一応だから前回の1試合目だけ見て、うん、まあ、最速終了した回だったっぽいけど、ベッドガチかと思います。一応見ました大丈夫ですか、はい、でもね、あの、皆さん 東大式人狼つって言ったら皆さんコメントバンバン来てますから、はい、ぜひ見せていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、え、これ、え、これメモ取りた方がいいのかな、大丈夫かな。とりあえず、まあいいや、初めてだから別に堂々とやるわ。来た。占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。時田さん、あなたは占い師の能力を持ちました。はい。一番最初の夜時間は人狼ではない方をお伝えいたします。人狼ではない方はゴンタさんです。はい、はい、あ、ちなみにですね、ルールの確認上ですね、はい、初日のお告げと言われるんですけども、このお告げ先には狂人というものも含まれますので、はい、お注意ください。はい、あ、大丈夫です、そこは、はいはい。それではビデオの停止、マイクのミュートお願いします。頑張ってください。はーい。しまって、人狼ではないのはコンタさんだと占い師、人狼ではない狂人かもしれないんだよな。最後の議論時間の後半の方で、はい、俺占い師っていうのありかのかな。みんなに後かぶせさせない。ちょっとこれで様子見てみるか。そわそわするなぁ。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。1番、梅原さんから順番にビデオの開始のみを押して戻ってきてください。2番、時戸さん。3番、フードさん。4番、顔に注目だから、ね、R さん。ああ、R さん。孫さん。あれ6番、ジョビンさん。それもあれやりてえわ。7番、ゴンタさん。8番、登場の仕方重要だな。9番、川野さん。あ、マイクのミュートはそのままでお願いいたします。あ、ごめんね。以上9名生存となっております。この夜時間に私から呼ばれなかった方は村人、市民、能力を持っていない村人、市民となりますので、ご注意、気をつけてください。はい。それでは皆様、まずは議論開始前にミュート解除、ミュート解除お願いします。まだ議論は進められません。まずはミュート解除、ミュート解除お願いいたします。それでは初日の話し合い4分間で開始してください。どうぞ。はい、おはようございます。お願いします。どうですか、なんかそのやりますか。まずですね、私から第一声を上げさせていただきます。あら、いいよ。何、私が来ました。私、占い師です。おお、マジか。誰だった、誰、うん、それってもう行った方がいいのかな。うん、大丈夫。いい、誰も、もう行っていい、他いない、他いない、あ、とりあえず他いないかどうかちょっと聞きたい。はい、あ、カーノさん、私いいですか。お願いします。占い師でした。おーい、はい、皆さん2人連れます、2人連れます。私は本当の占い師です。私です。おー、マジで、これマジで、なるほど。新年早々、相当やってます。はい、すいません、私が占い師です。え、申し訳ない。
はい、それは私が言わない、それは本当に申し訳ないよ。え、それは本当だよ、それは。あ、じゃあ僕も、あ、じゃあさすがにないんだよ。あ、じゃあ落ちる、これ全員釣って終わりでいいんじゃないですか。じゃあ誰か、これ全員釣れない、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 すいません、下がります、嘘です、申し訳ないです。これはこれはなかなか、え、復活つけだった、え、なんだこれ、遅延かな、私は違う。あ、そうだ、こういう時どうするんですか。この前の俺の予習だと、みんなで同時のタイミングで言い合うっていうのがやってたんですけど、白崎のとりあえず3人いるからね、同時に、まあ一応同時に言った方がいいのかな、うん、まあ一応同時の方がいいと思う、じゃあ引っかかっちゃう、ね、じゃあ145のタイミングで言います。はい、お願いします。はい、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 白崎を言うんだよね、うん、白崎です。はい、はい、お願いします。梅原ゴンタさん、梅原さん、うん、え、うん、沖戸さんが僕ゴンタ、うん、はい、俺梅原って言いました。僕 R さんでした。ちなみに、まあ、白崎じゃなくて、正確には人狼ではないなんですよね。はい。あ、さすがですね。今ちょっと R さんが、いいね、いいな、うん、R さんが諸狩りしようとしたんですけど。頭いい。ゴンタさんが、そういう細かいことはここでは通用しないから、あの、いやいや、そうなんですけど。ものすごい信用してる。勉強してきたみてえだけどよ。はい。うん、時々ゴンタ、川野が R、はい、R が梅原でいいのか。はい。はい、うん。はい、ありがとうございます。あれ、俺画面フリーズしてる？止まってますよ。フード止まってる。止まってる。はい。停止。あ、では一旦議論時間を停止させていただきます。はいはい。じゃあ議論しません。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。ある。時間を戻しますね。じゃあフードさんですね。一旦、はい、画面消していただいて戻ってください。メモ。パワーのがある。時々。なるほどなるほど。時々はゴンタ。はい。これ今まで3人ってあったんですか、3人が手挙げることって。ありました、あの前回のやつであって、フードさんカメラの映像がですね来ていないですね。一回ちょっとあの退出してもう一回呼ばれたらこれ形変わりまくります。あ、大丈夫ですよ、大丈夫です、はい、もう変わってるので退出して、はい、もう一回入ってください、お願いします。じゃあしばらく皆さん、ゲーム外の話であれば OK と。はい、ゲーム外の話でお願いします。皆さん、すみません。ゴンタは何やったの最近。最近っていうか、この10年間ぐらい。基本的には、基本的にはずっと飲食業だよ。それはもう変わらず。長いし、ね。暇見てカペス屋に行ってさ。あ、なんかね、なんか誘ってくれたよね。そう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 。で、仕事がなくなって、ええ、あの、ほら、コロナで。あ、コロナの影響で。ああ、そうか。潰れたのよ、会社が。はい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 、はい、うん。あ、潰れちゃったんだ。そう。で、新しい、俺、日本酒メインの居酒屋だからさ。はいはいはい。やっぱ日本酒特化してる店がいいなと思うんだけど、この時期やっぱ厳しいのよ。うん、就職先ない、まあまあまあ、ないんだね。まあそうだね。川野の顔がすごい顔で、マジかって顔してるんだけど、会社潰れたのって言った瞬間。あ、いや、まだ、あ、今結構あります。そういうことは全然あります。あれ全然あるよ。で、僕の店、銀座だったんで、めちゃくちゃ外人の人多いから。あ、大丈夫かな。あ、OK です。ごめんなさい、音うるさい。はい。それでは、坂野さん、お願いします。はい。では、皆さん、少々お待ちください。ちょっと僕の方でお名前を書かせていただきます。はい。じゃあ、フードさん、会話は全部聞こえておりましたかね。あ、聞こえてます、聞こえてます。あ、大丈夫です、ね。はい。はい、かしこまりました。ではですね、議論時間を少し、20秒ほど戻させていただきまして、121秒から再開とさせていただきます。はい、ありがとうございます。それでは、ゲーム再スタートしてください。どうぞ。はい。はい。はい、これはどうですか、そのやっぱり占い師から手をかける感じでいいですか、うん、皆さん。占い師をとりあえず3人ローラーしてしまえば、うん、はい、一応その人狼1人は連れているという形なんで。そうですね。そうですね、人狼強靭まで落とせる。まあ最終日にはいけるんじゃないかなと。一、うんうん、つ俺目線ですごい謎っていうか怪しいなと思ったのが、うん、川野が、はいはいはい、R さんのことを白って言ったのが、はい、なんかすごい怪しいっていうか、うん、いやでもそれはあるんじゃない。いや、その信託受けてるの俺だから、うん、河野は誰言ってもいいわけですよ。あ、なるほどね。あ、なるほど。なので、うん、R さんと河野で組んでて、うん、R さんを、なんか白って、白というか人狼ではない。人狼同士。うん、あ、でも、分かりやすすぎます。いやいやいや、いやだし、あと3人出たら絶対釣られるから、R が人狼の可能性はかなり低いと思う。俺も低いと思うんだな。ローラーもそう見てる、うんうんうん。どうせ釣られるから、最近。3人目そう、ん人狼の可能性低いだよ。いや、違う違う違う。
いや、だからまあ、いや違う、どうせ釣られるから、最近。ダメだ、カメラ死んな、俺。まあ、そうだね。ああ、そうか、なるほどね。そう、わざわざ、そのローラーされる方に突っ込んでいくっていう可能性は、うん、まあ確かにね。低いなって。まあでも、どっちにしろ釣るんだけどさ。どっちにしろ釣るんだけど。ちょっと、折笠さんはなんで、あれって言ったの？すいません、市民なんですけど。あの、はい、やってみたかったがすごく。あ、やってみたかった。やってみたかった。わかるっすよ、わかるっすよ。4人はね、ありえないから、ね。すぐ撤回してますよね。あの、4人はありえない。部屋と一緒だよね。うん、やってみたかったな、ね。ちなみになんですけど、俺視点からいくと、やっぱトッキーが一番初めにこう、あ、俺から話させてくださいって言って、うん、結構、うん、今日持ってきたものをやってる感が、結構あって、これいらない、確かに確かに、うん、どこまで泳がせてから俺言おうかなと思ったら川野が出て、うん、で、あ、2人目出たと思って俺最後に3人目で占い師出たっていう感じだったんだけど、普通どうだろう、まあ、決めてた感はちょっとドキドキしてる顔してるね、ちょっとなんか、うんうん、ローラでいいんですよね、とりあえず何ですか、うん、ローラでいいと思います。でも誰からするか順番です。それでは話し合いが終了となりました。フードさん、多分会話聞こえてると思うので、ああ、大丈夫です。議論は進めさせていただきました。カメラ動いてる。もうなんか、大丈夫でした。はい。それではですね、ただいまから、投票の時間となりますので、皆さん、まずはマイクのミュートをお願いいたします。マイクのミュートをお願いいたします。マイクのミュートをお願いいたします。そしてですね、ちょっと、注意点ございまして、マイクをミュートをしている時はですね、自分であの配信上で喋っていただいて大丈夫なんですけども、ミュートが外れてしまって、配信喋ってしまうと、いろいろ、あの、うん、透けてしまうこともありますので、そこだけマイクミュートになっているかだけ確認をお願いいたします。大丈夫です。それでは本日は1番梅原さんからの質疑応答となります。梅原さん、どなたに質問されますか？じゃあジョリンさんではい、すいません、はい、いや、あのシンプルにほぐそうかなと思って、はい、ジョリンさん、多分そうですよね、そういうことだよ、確かに硬いですよね、はい、全然喋ってなかったから、うん、どう、なんか僕は普通に考えて1回目でそんないきなり嘘つくかなって時とされたりと思うけど、でも用意してきた感も確かにあるから、うん、分かんないですよね。そうだね。でもまあ結構最近なんかもう ローラーって意味わかる？ちなみに。わかります、わかります、はい。なんかその怪しいやつ全員片っ端からするみたいな、はい、まはい、でそれをいつもやってて、で占い師3人だときってなんかいつもローラーしてるよね、はい、大体最近ローラーして、はいはい、気がするから、はい、まあなんか結局誰が怪しいとかってあんまり、はい、ね、ただまあ一応占い先としては、はい、まあこいつの言ってることがちょっと信用できそうかなみたいな、ね、俺はあれはちょっと黒側じゃないと思ってて、でしかも白出しされてるから、川野がそわそわしてるような気がするんですよね。うん、それでは梅原さん、どなたに投票されますか？じゃあジョビンの言葉を信じて川野にします。川野さんに1票目が入ります。ジョビンさん、このタイミングで、はい、あのマイクのミュートにしていただければ大丈夫です。では川野さん、指で1と出しておいてください。またですね、プレノミア様に、ご説明させていただきます。お名前の横に投票数というのがカウントされております。基本的にはこちらを信じていただければ大丈夫なので、よろしくお願いいたします。では続いて2番時戸さん、どなたに質問されますか？川野さんで。はい、どうも。ですね、はい、なぜその僕が名乗り出た後に名乗り出たのかっていうのをちょっと聞きたいんですよ。まずそもそもなんか占い師あげてっていう流れじゃなかったじゃないですか。そもそも時戸さんが私言いたいことありますみたいな感じだったじゃないですか、うん、そうそうっすよね。そうだからさすがに俺じゃあとりあえずどうぞみたいな感じで県に回ってました。なるほど。それは、はい、で占い、はい、あ、はいはい、どうぞ。まあ俺からしたら正直もう R さんが占い出たから多分狂人なんちゃうかなっていうのは、まあ俺目線からしたらそういう感じです。まあそう、狂人もね、はい、出てくる可能性あるんだよな、ここ。はい、そっか。でちなみに俺が最初に出たのは占い師引いたら、そう、ごめんね、初心者めたかもしれないけど、はい、始まり簡単だなと思ったの。占い師は、まあ、なんかそうやること多分はっきりしてて、俺が参考にした動画で全部自分で言った目に言うから。確かに確かに。だから、うん、まあ、やったっていうのも議論時間終わっちゃうね、これで。それでは、時戸さん、どなたに投票されますか？川野さんで。あ、はい。川野さんに2票目が入ります。それでは、時戸さん、マイクのミュートをお願いいたします。では、続いて3番、フードさん。どなたに質問されますか？
R さんで。はい、開けまして。あ、開けまして。あの、どうですか、この3人の中、まあ、2人、どっちが怪しいと思いますか。ああ、とりあえず情報はないけど、うん、俺は直感的に、その、フッキーが開幕仕掛けてきたのは、なんか用意してきたのかなっていうのは、なんとかあって、まあ、俺、占い師だったっていうのがあるから、うん、その、結構、何言う、言うのかなっていう感じで聞いてたところはあったかな。3人目だから、ね、このローラー関係で来たわけじゃないですか。準備だから、まあ、一番準備してきたみたいなのを払拭する意見もちゃんと出したから。一番白っぽいのかなって。ああ、よかったね。カードに関しては、カードに関しては、ちょっと情報がないから、何とも言えないっていうところで。時戸の方がちょっと怪しい感じですか？まあ、それを怪しいと見るかどうか、個人のあれだと思う。いや、俺は。川野に入れたいなって正直思って、はい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 、理由としては時戸が初めてで、うん、なんか占い師頑張ってるからっていう理由だけなんですけど、うん、なるほどね。まあそれも全然あると思う。けど俺ここで決めてもかわいそうだなって、はい、ね、それでは他の人に頼むよ。どなたに投票されますか。そうだよ、ね、川野川野さんに3票目が入ります。じゃあ R さんマイクのミュートも忘れないようにお願いいたします。他の人に、はい、委ねるってもう3秒目だよ。一旦カメラを消していただいて戻っていただければ大丈夫です。では続きまして4番 R さん、どなたに質問されますか。孫さんでいいですかね。説得しに行ったか、はい、孫を味方に。はい、俺もとりあえず、まあ、そんなに今情報がない状態で孫はどういうふうに見えてるかなっていうのを聞いてみると、まあ3人の中でどれだろう、マシンっぽいか全然分かんなかったんだけども、ただそれをあえてそのまあフードが今3票目で半分ちょっと決めにかかってたのが俺はすごく怪しいと思ってる。なるほどね。まあ3入れるとそうだよね。3の中で分かんないけどフードがとりあえず怪しいと思っていて、ちょっと俺も引っかかったのはここでカードに重ねるとまあ割と流れが決まるじゃん、うん、で一応俺言うと占いじゃないんですよ。で役職持ってるんですよ。おう、え、なのでまあ、川野史郎は結構信憑性があるんですよ、実は。あ、スライドってこと？まあ、そうだね。何スライドって。は？一応それだけ。なるほど、ありがとうございます。はい、そんなのルールブックに載ってなかったんだけど。はい、俺、コメントも見ないし、わかんないんだけど。はい、スライド？じゃあ、ローラーの線はなくなったってことでいいのかな、これは。そうだね。逆にローラーしちゃダメになったじゃん。スライド2人だからね。うん。ちょっと難しくなった。うん、ルールブック、ルールブック。わかりました、ありがとうございます。それでは、R さん、どなたに投票しますか。おいおいおい、2人にしか通用しない言葉ありなんか、これ。時戸さんで。時戸さんに1票目が入ります。はい、ありがとうございます。それでは続いて5番、あ、孫さん、どなたに質問されますか。俺、ずっとこれやってなきゃいけないのか。どうしようかな。これ、めんどくせえな。これ、手疲れない？川野。はい、あ、どうもお久しぶりです。どうもお久しぶりです。あ、まあ、とりあえずゴンタンまだあんまり喋ってないのかなと思っていて、あ、うん、そうだね。まあ個人的には、これで川野に集めるっていうのは俺的にはないなと思ってます。俺もないと思う、うん、入れようかなと思ってるんですけど、うん、ゴンタン的にはどうですか、周りいろいろどう見えてますか。例えばこれで川野くんと時戸さんがこれまあ2つ占いで出てるわけでしょ、うん、でこっから行かないとなったらまあグレーの人から行かなきゃいけないわけじゃん、うん、で、R さんが、まあ、役職持ちで、スライドしたってことなんだけど、うん、この流れってもう3票入っちゃってて、うん、タイミング的にはこれだいぶ遅いと思う。てか最低です。でしょ、これ霊媒だったら霊媒ってさっさと言ってもらいたいし。これ完全にやってますね、これ。うん、だから逆に、うん、俺 R さんちょっと怪しいのかなってちょっと思っちゃった。タイミングが悪かったかなっていうのがあって。完全に同感です。さ、はい、あ、今までの人狼だったらさすがに下手すぎるよね。時野さんの票とかっていうのが、これ、ブレちゃうから、これで、うん。うん。ちょっと今、R さんかなと思ってる。まあ、とりあえずローラー、まあ、知らせてほしい。早めに R さん。それでは、うん、孫さん、どなたに質問、投票されますか。 R でお願いします。R さんに1票目が入ります。では続きまして6番ジョビンさん、どなたに質問されますか。あ、時戸さんでお願いします。これミュート解除でいいんですよね。あ、はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。話し始めたら投票時間が勝手にスタートします。あ、わかりました。もう喋っていいんですか。大丈夫です。僕時戸さんは多分違うんじゃないかなと思ってて、はい、やっぱりさっきも言ったんですが、初めての人がいきなりそんな嘘つくかなっていう
と思うんですよ。いや、そうなんですよ。まあ、分かんないけど、用意してきた可能性もゼロじゃないから分からんけど、はいはい。僕は R さんも川野も両方怪しいなと思ってて。だ俺の意見では、うん、R さんは多分強靭で、川野は人狼なのかな。うん、そう、なんかそわそわしてる、僕、うん、長い付き合いなんで分かるんですよ。川野の顔がなんかおかしいんですよ。で、さっきあの、ゴンタさんが、はい。あの職を失ったって言った時にすごいリアクションしたじゃないですか。はいはいはい。あれそれちょっと見れ犯罪者の心理と思うんですよね。なんかビクビクしてて、多分ね、心ここにあらずで、多分ちゃんとゴンタさんの話もあんまり聞いてないけど、なんかもうビクビクしてるから、すごい大げさなリアクションを多分頭にも入ってないけどしたと思うんですよね。なるほど。だから川野は僕もうマジ黒と思います。なるほど。はい。R さんもでも川野をかばってるから、俺らだけも強人の場合って突った方がいいのか全然わかんないんですよね。R さんでも確かに強人っぽいな。ねえ、もうなんか、強人一筋40年って感じですもんね。それではジョビンさん、どなたに投票されますか？僕、川野で。川野さんに4票目が入ります。はい、では、このタイミングでマイク、お二人マイクのミュートをお願いいたします。はい。それでは続きまして、7番、ゴンタさん。どなたに質問されますか？フード君で。お、フード。はい。あ、こんにちは。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 フードに行くと、フード喜ぶだろうか。R さんに話を振ろうかなと思ったんです、正直言って。うん、R さんに入れるつもりなので。はい。で、ゴンタさんって R さん、強靭だとしたら、R さんと思うんだ。まあ、釣りが、これで、その R さんの計算的に。まあ、R さん、強靭じゃなくて人狼の方が俺高いんじゃないかなって思ってるぐらいです。本当ですか？その理由だけ聞かせてもらっていいですか？逃げたから。あ、降りたから降りたから、人狼の方が価値が高いっす。あ、単純に、あ、ローラーから逃げると、ね。逆に強靭で降りて、こう、今、川野とか釣られたら、多分次、トゲと釣られるんですよ。はい。それの方が、強靭にとってマイナスがでかいような、普通に、なんだ、人狼陣営のマイナスがでかいと思うんで。あ、なるほど。だったら俺は普通に人狼が下がって、うん。の方が。じゃあ、マックス人狼があって、少なくても、そうっすよね。いや、さすがにあれさ、おかしいっすよ。だって俺が質問したタイミングで、最低でも言うべき。いや、ですよね。最低でも。心霊媒もないと思うんで、さすがに。心霊媒。ありがとうございます。僕、R さんにいます。それでは、R さんに2票目が入ります。出てきてた気がすんな。では、続きまして、8番、ハンサムさん。どなたに質問されますか？ちょっと心霊媒っていうのがあるの？梅原さんで。どうも、こんばんは。こんばんは。R さんの最後の、だから抜けたのは、あれどういう意図かっていうのは、なんか。いや、だからみんなが言うように、そのローラーの流れになってるから、やべえってことで下がったが、まあ一般的ですよね。で、出てきたときに、はい、2人連れたみたいな感じで、あれって多分村の人間のやることっていうか発言じゃないですよね。もし、占い師じゃなかったら、うん、はい、2人連れますみたいな感じで3人目出てきたんですよ。うん、川野と時戸、はい、これ連れてますみたいな。でも、なんか自分も、なんか、巻き込まれるのが途中で嫌になったんじゃないですかね。そっか、で、最後、川野くんだから、じゃあ、決戦にはできる。占い師って次殺されちゃうのか。ああ、聞いた方がいいんじゃないですか。あと、役職、なんか、あるみたいなこと言ってたんで、まあ、でも、霊媒師だったら、言うじゃないですか、最近の格ゲーマジンのこと。霊媒師ぐらいだったら言っちゃうじゃないですか。あ、なるほど、そうなんだ。騎士は言わないんだ、じゃあ。どうも、お久しぶりです。お久しぶりでございます。そんな久しぶりじゃねえしな。だな。正月ないっすか？正月、いや、帰ってないですね、今年は。うん、はい。それでは、ハンサムさん、どなたに投票されますか？R さんで。R さんに3票目が入ります。うん、では、続きまして、9番、川野さん。あ、ハンサムさん、マイクのミュートお願いいたします。9番、川野さん、どなたに質問されますか？んー、じゃあ、孫さんで。あ、出た、やっぱ孫人気なんだよな、こいつ。はい。あ、なんか一番なんか分かってそうなんで聞くんですけど。で、さ、いや、こいつ、うまいわ。俺は、あれ、占いだから、金の子に対話です。これ、若手見てたら、ただ、これ、参考にした方がいい、今の最初でしょ。これで、孫の心、目線で超ときめくから。超人なんですよ。うん。R さん、釣る意味あんのかなっていう。孫さん、まあ、でも、さすがに分かってそうですもんね。死んだから、さすがに。っていうと、とりあえず R さん下がったんですよ。まあ下がるタイミングも正直おかしいなと思ったんだけども、正直下がったことで3人その占い師っていう状態じゃなくなったから、ローラーする意味も正直なくなったの。だからさ、はい、なおさら川野に投票するってことはもう正直ってありえない。ああ、はいはい。なのでジョビンはまだ終わってないと思うけども、 R も本当に黒いなと思って、ジョビン R の方が黒いと思ってる。とりあえず
あまあ、ジョビンさんも絶対の流れ俺に来るやろうなって感はなんかすごかったっす。まあ、あんま関係ないけど、味方につけたものは。うん、なんか理由の当てつけ感もすごかったから、確かに。多分人狼もそうなんだもん。で、川野と時戸で どっちがその進路かっていうのは、俺はわからない。まあ、それでは、川野さん、どなたに投票ですか ?R さんで。R さんに4票目が入ります。はい、これ決戦投票では、川野さん、マイクのミュートもお願いいたします。投票の結果、本日は R さん、川野さん4票ずつでお二人の弁明をする決戦投票となりました。本日の投票順番に習いまして、 R さんから弁明をお願いいたします。では、ミュート解除お願いいたします。 R さんが降りた以上、占い師は俺だけになるから。はい、あれです、すいません、まあ俺殺されそう、絶対、タイミングがおかしいっていうのは、まあ確かにそうだなって言われて気づいたんですけど、俺からすると、川野に3票集まったら言おうって、思ってたところがあって、それがまあおかしなタイミングに見えちゃったっていうことなんで、まあしょうがないとは思うけど、ただあの裏合いなんで、ここで釣られるとかなり裏合いにならない形になっちゃうんで、まあもし釣られる流れになったら申し訳ない、ただ本当に生かしてほしいです。はい、以上です、お願いします。それでは川野さん、弁明をお願いいたします。うまいのかな。あの、僕目線からすると、まあ時戸さんが人狼で R さんがまあ狂人なんですよ。まあわかんないけど多分狂人だと思うんですよ。で、時戸さんってやっぱスト5とかもなんか1回目の置き攻めされるときは絶対パナスとか、なんか1回目何々するって決めてるタイプなんですよ。だから今回も1回目は絶対に占いで何があっても出るみたいな、多分そんな感じのあれがあったと思うんですよ。そういう理論です。というわけで僕は絶対に新占いです。お願いします。新占いっていうのはだから何なの？新。それではお二人の弁明が終わりましたので、ただいまから、残りの7名で投票を行っていただきます。投票の理由は言うことはできませんので、名前だけ投票となります。時戸さんはもう手を下げていただいて大丈夫です。はい、では本日投票順番になりまして、1番の梅原さんから R さん、川野さん、どちらかに投票していただきます。入れられた方は指で 1,2,3 と出すようにお願いいたします。それでは梅原さん、どちらに投票されますか。でも R さん噛んどけば、 R さんに1票目が入ります。そうなんだね。時戸さん、 R さんで、 R さんに2票目が入ります。マイクのミュートもお願いいたします。では3番フードさん、 R さん噛んどけば、 R さんに3票目が入ります。孫さん、R さんで、 R さんに4票目が入ります。俺噛まれるでしょ多分次。ジョビンさん、 R さんで、そしたら川野も怪しいなってなるから、ゴンタさん、川野を R さんで、 R さんに6票目が入ります。できるっていう話を。ハンサムさん、 R さんで、 R さんに7票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは R さんです。 R さん、最後に遺言を残すことができます。遺言をお願いいたします。死んだのかな。まあ、そうですね、まあ、申し訳ないとしか言いようがないですけど、まあ、役職持ってるんですけど、まあ、言わないで落ちていいのか、言って落ちていいのかっていうところ、知った方がいいだろう。まあ、今後の参考にしてもらえれば、市民なんだと思います。すいません。それでは、R さんが処刑されたりもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。初日だったけど、生存したプレイヤーの皆様は、微妙だったの俺は。ビデオの停止を押していただき、夜をお過ごしください。禁止するよ。それでは恐ろしい夜がやってまいります。おやすみなさいませ。 俺絶対殺されるわこれ。あれ、1日目って普通に人狼、あれ人狼って動けないんだっけ。1日目って誰も殺さない。人狼の人狼は夜のターンで任意の誰か一人必ず襲撃しなければなりません。また自分自身を襲撃すること、仲間を襲撃することはできません。ってことは、人狼は、まあ俺狙ってくんだろうな。他だってわかんないもんね。役職。俺は占い師だっていうのはもう人狼側からバレてるから。ただ俺狙ったら次変わるんだよね。占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。それでは時戸さん、本日どなたの正体を確認なさいますか。
え、ここ大切だよな。え、でも、え、川野って、怪しかったやついるか、他に。いや、え、川野やったら、アホなのかな。わかんねえ、川野、川野です。それでは、川野さんの正体をお伝えいたします。川野さんの正体は、人狼です。それでは、ビデオの停止、マイクのミュートをお願いいたします。これ、ちょっとアホな使い方だったりする？いや、行くよね。だって、強人かもしれなかったもんね。ローラーで終わりだろ。R なき今。R さん絶対なんか強人か人狼どっちかなんですよ。仮に市民だったとしても、あいつが強人であることに変わりはないから。そこは俺のせいにはならない。これは、わかんねえわ。俺がやったことがいいのかどうか。確定してることを確実にしちゃったのかな。いや、もったいなかったかな、今の使い方。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。1番、梅原さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。2番、時戸さん。3番、フードさん。あれ、俺覚えてないんだけど。5番、孫さん。夜ってさ、誰か。6番、ジョビンさん。あべ、あべ、顔芸やんの忘れた。7番、ゴンタさん。8番、ハンサムさん。9番、川野さん。あれ、人狼は噛まなかったの？本日、無残な死体となって発見されていた方は、ハンサムさんです。ハンサムさんは、ビデオの停止をお願いいたします。うわ、川野の顔。それでは、生存者7名です。まずは、ミュート解除をお願いいたします。議論は開始、まだできません。ミュート解除をお願いいたします。それでは、2日目の話し合いを4分間で開始してください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。どうしますか、先に霊媒師とかって募りますか？いいですか。はい。私、霊媒師です。はい、対抗は大丈夫ですか？はい、で、R は白でした。白、はい、白です。俺も霊媒師。はい。はい、で、はい、普通にあるさ、白。なんで、強人なんだろうなと思って。まあ、強人ですね、あれは。もうよ、ここでまさか繋がると思わなかったです、孫さんと。お前ら、孫味方につけようとするのやめろや。見え見えだからな。どっちも敵なんですよ、孫さん。え、あ、じゃあ、占いはちなみに。ね、俺ね、やっちゃった。あ、同時に行った方がいいさ、俺。はい、同時に。占いの相手を、じゃあ190秒になったら言いましょう。OK です。はい、やっちゃったかもしれないけどね、俺。で、梅原。川野。おー。俺。はい。そうなんです。俺ですか？で、はい。で、カオさん。ああ、じゃあ、え、白黒いっていいんですか？お願いします。あ、違うからね。うん。はい。あ、じゃあ、梅原さん。あ、じゃあ言いますよ。川野さん、人狼です。おー、はい、あー、まあ、そらそうでしょうね。はいはい、そら、時戸さん目線からしたらそうでしょうね。じゃあ、梅原さん、ちょっとね、微妙な。微妙だな、これ。微妙な占いをやってしまったから、うん、これはないね。俺は、時戸から行きたいっす。はい。川野は、R さんのことを白って言って、はい、俺、はい、心霊媒師で、R さん、強人っぽかったんです、はい。心霊媒師っては本当のってことっすね。本当の。本当の霊媒師で。で、言ったら、偽物の霊媒師さんも、あいつは強人だって言ってるんで、はい、これ本当に強人なさ、多分。強人がある。R さんはある。だから、時戸と川野の中に人狼が一人いるんだけど、うん、基本ね。うん、で、川野の方が、情報が正しい。うん、で、時戸の方が、一応情報が正しくない部分、まあ、嘘があるんじゃないかなと思うから、俺は時戸から行きたい、うん、行くなら、はい。できれば俺守ってほしい。騎士がいるんだったら、俺、マジで守ってほしい。まあ、そりゃそうだろ、ね、っていうか、まあ、それだったら俺も守ってほしいわ。俺、守ってほしい。マジで守ってほしい。これ、本当に守ってほしい。いや、それはそうだろ。今世紀騎士。R 世紀騎士ですか。いや、俺はちなみに、R にかなり早い段階で殺意を向けてました。で、あそこのスライドってのは正直言っておかしいし、俺は自分が霊媒師だったからこそ、霊媒師ではないっていうのは分かっていた。なので、まあ、騎士かもしれないけど、正直言ってとりあえず意図がよくわからないので、もうこれ強人確定だなと思って、うん、R に対してかなり強い殺意を向けて、
まあ、釣ろうとしました。R が強人、R は強人だとは思う。なので、なので、R に対して、まあちょっと、寄り添っていた、まあ、梅原だったりとか、寄り添ってない。寄り添ってる、まあ、まあ、白出しされてるから。まあ、R が一応その親睦になってるっていうふうに言ってて、で、川野に入れたフードっていうのはかなり怪しいと思ってて、で、実際上げてきたので、フードは、まあ、黒だなっていう。今回は時々釣ろうって言ってるんで、別に、俺3人目だったから川野入れても別に川野確定ならないと思ったが、どっちかって俺ジョビンの方が怪しいと思います。いやだったら散らすと思うけどな。いや4票目入れたのジョビンだから。うん、待ってから あの局面の あの時はローラーの流れだったから、まあ別に、いや、うん、僕もフード君の3票目重いなと思ったけど、ローラーの流れだったから、いやあれは重いぞ。いや大変重かったっすよ、俺からしたらかなり重かった。あれは絶対重い、絶対重い。あれは今回俺は時々からやろうって言ってる、その川野の1日目のを見てちゃんとやってるから。まあ、ちなみに俺はだからやっぱり川野か R さんが、 R さんがやっぱ尋常なのかなってちょっと ってことはさ、思ったから。 R さんが尋常は絶対ないです。一つ思ったのは、分かったのはフードはこれ白だね。これ白白です、ね、うん、いや川野釣る流れから今度時々釣ろうって言ってるから。そうそうそう、それでは話し合いが終了となりました。皆様マイクのミュートをお願いいたします。マイクのミュートをお願いいたします。ありがとうございます。それでは本日襲撃されていた8番ハンサムさんを起点といたしますので、9番川野さんからの質疑応答となります。それでは川野さん、どなたに質問されますか。ゴンタさんで。はい、はい、お願いします。お願いします。まあ、ゴンタさんも言ったと思うんですけど、あのフードさんの俺の3票目って結構重かったんですよ。まあ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 。で、そこから、まあ、結構あの時決めに来てるような感じしてたんですけど、うん、そこからで、今、時代さんつってるじゃないですか。うん、だから、これ信じるっていうか、なんか本物なんかなって、どうなんだろうっていう意見をちょっと聞きたいんですけど。なるほど。そうですね。いや、僕も正直3票目は重いなと思いました。で、そうですよね。夜時間に思ったんですけど、でも、あの時って R さんが降りる前で、ローラーの流れなんですよ。で、ローラーの流れの時って、あのフード君3番目で、情報できてないじゃないですか。で、占いの真偽ってつかないから、まあ適当に、まあ、釣り切るんだったらいいじゃんっていうところもあると思うんですよ。まあ、その3票目、同じ3票目でも、ローラーの流れの中の3票目と、普通ちょっと違うかなっていうのがあって、僕はフード君は割と推移してるから、ブロックっぽく見えて、僕、時々君から白を回ってるのもあって、どっちかったらお二人の真偽は時々に考えます。それでは、川野さん。どなたに投票されますか。あ、まあ、とりあえず時戸さんで。時戸さんに1票目が入ります、はい、では続きまして1番梅原さん、どなたに質問されますか。ちょっと難しいな。いや、ここわかんねえわ、難しいな。この展開俺初めてだわ、予習も含めて。あ、じゃあ時戸にします。はいはい、多分今日あの川野か時戸釣るじゃないですか。 どっちか黒なんで、あので、それとは別に孫とフードってどっちが怪しいと思う、うん、強人が多分もういないから、この2人もどっちか黒なんだけど、孫さんちょっと怪しいなって思ったんですよ。俺ちょっとなんでだっけな、それなんでだっけな。え、フードが白い理由って何でしたっけ。いやー、大した理由じゃないんだけど、あのでもその要は、最初川野に3票目入れてるから、そのままいくと川野釣られるじゃん、はいはい、だから、はい、あの黒黒コンビじゃないっぽいっていうのがまず。ああ、そっか。でその後に、あ、そうだフードが川野攻撃してたんで、うん、俺目線だともう川野人狼なんですよ。だからフードは白いなって思ったんで、うん、で孫かフードどっちが嘘ついてんで、孫が怪しいなっていう風な流れになったんです。ああ、なるほどね。俺はね。ああ、なるほどね。今回は時々から釣ろうってフード言ってるから。梅原さん、どなたに投票されますか。ちょっとまだ分かんないんで、ちょっと川野で。川野さんに1票目が入ります。では続きまして2番時戸さん、どなたに質問されますか。わっ。わかんねえから
フードか孫だな。あ、ごめんなさい。ですね。フードで。はい。今の俺のと梅さんの会話を聞いてたよね。うん、聞いた。で、どう思った？どうも、まあ俺は、基本的に票を重ねるのは結構いいなと思っててやっちゃうのもあるのよ。人狼ってさ、2人いるじゃん。うん、で後半に人狼がいた場合、結構選べちゃったりもするから、で俺白なのよ。だから俺は霊媒師だから、だからもうそういう操作させないように3票重ねにいったっていうのもある。あ、なるほど。ああ、なるほどね。人狼同士2人残ってると、票を重ねられちゃうから、なるほど。けど俺は白だから、で 俺はもうどっちか分かんないじゃん。だから重ねるのは別に悪くないなと思ってるし、あと、本当にこれだけやめてほしいんだけど、R さんが市民だった場合、マジ罪で。一応、もう4人いるのよ。俺、孫さん、時井戸、川の中に人狼が2人いる。うん。R さんが狂人っていう体でね。川野と孫さんだと俺は思います。R さん狂人じゃなかったら、もう、まあ、俺は。私は狂人ですよ。俺、それでは、時井戸さん、どなたに投票されますか？川野で。川野さんに2票目が入ります。では続きまして3番フードさん、どなたに質問されますか？じゃあ常備。人口はね、やっちゃったかもしれないけど、俺のこの今の議論は間違ってないはず。はい、どうですか？まあ、俺は一応時々怪しいと出ますと。でもなんで最初川野だったのに変わったんでしたっけ？川野は R さんを白って言ってたんで、はい、むしろそれが結構怪しいかなと思ったんですけど、はい、R さん本当に強靭だったから白なの。はい。はい、だからすごい情報が正しいから、そこは。そっか。で、それはすごくいいなと。で、俺はどっちかって言ったら、時々と孫さんの方がつながってるのかなと思う。はい、まあ、わかんないですよ。時々か変わるって、本当はどっちかわかんないんだけど。どっちかわかんない。うん、どっちかわかんない。俺はなんか時々の方が、まあ、その、分怪しいかなって。格ゲー、長い格ゲー。序盤的にはね、4人目でさっき、変わるに。一回もつながったことないですよ。俺でもどっちかってやっぱ変わるのかなと思うんですけど。以上、梅原さん、序盤。はい、本田さんは一応白なの。はい。そこに人狼がいたらもう、そうですね。もう悲しいってだけで。いや、なんで、これ4人の中からこう選んでくださいっていう、一応ような感じです。川野と思うけど、もう一人がマジわからん。あ、俺か真子さん。まあわかんない。時々川野、はいはい。それでは、フードさん、どなたに、真子絶対俺寝てくるわ。時々さんに2票目が入ります。では、ジョビンさん、マイクのミュートもお願いいたします。はい、投票が、時間が来ましたらマイクのミュートしていただければと思います。では続きまして5番孫さん、どなたに質問されますか？あ、ちょか、じゃあ孫から行かないっていうふうに俺言えばよかったのかな。フードにそれありだったかもな。あれ、あ、ごめんなさい、梅原で絶対俺に出てくるこいつ。あ、こいつ人狼。はいはい、正直言って俺今結構梅原のことを怪しいと思っていて、梅原の目線から見て怪しい人とかってどうですか？こいつこの60秒間にこれ怪しむのさすがにもう無理ない。だって孫さんがこの60秒の間に意見を変えたふりして、俺狙っていきます。で、時戸と川野の中どっちか絶対人狼いるわけじゃん。絶対っていうか、まあ、普通に考えたら人狼いるわけじゃん、うん、で孫とフードの中に人狼いるわけじゃん、うん、俺が怪しいとしたらもうなんか人格批判だね。あ、まあでもそうか。あ、まあまあ、そう。そう。そうそうそう。そう。そうなんだけど、そうなんだけど、怖いなと思っているのは、R が、うん、わけわかんない C をした可能性がちょっとあるなと思って。いや、R、まあ、マジやってねえだろ、思うけど。今、どっちにしろわけわかんないとは思うけどね、今回の青さんはね。そう。だから俺は、人狼が食らったんだなと思ってます。霊媒師なんだろうなっていうのにもかけて、霊媒師で出たんだけど、うん、まあ実はただの狂人だったっていうので、人狼が食らってるパターンだと思います。それでは孫さん、どなたに投票されますか？しょうがねえな。俺の勘の速さでみんな分かって。これ悩ましいな。絶対俺です。いや、時戸。時戸さんに3票目が入ります。では続きまして6番ジョビンさん、どなたに質問されますか？はい、川野くんで。はい。ゴンタさんに委ねられる感じか。はい、川野くん、今占いって梅さんを占ったよな。
はい、梅原さん占いました。それなんで梅原さん占ったの？なんでかっていうと、梅原さん1票目に俺に入れてきたじゃないですか。うん。で、1番目だったんですよ。うん。で、梅原さんが入れるってことは、ジョビンさんも多分絶対俺に入れてくるんですよ。そんなことないよ。マジでそんな風にやってないよ。このゲーム。ちゃんとやってるよ。まあだから、2票稼げる、2票稼げるわけですよ、梅原さんからしたら。だから、あ、これって完全に俺を切りに来てるんじゃない、切りに来てるっていうか、俺を完全に、なんだろう、もう落とそうとしてるんじゃないかなと思って、これ、梅原さんワンチャン怪しいなと思って、梅原さんを占いました。で、今、投票は時戸さんにしたよな。はい、投票は時戸さん。で、もう一人じゃ誰と思う？梅さんは白だったよな。あ、はい。誰と思ってる？もう一人が、あー、時戸さんうまくね？じゃあ、なんか、うん。とてまごのなんか、わざと仲悪くしてる感っていうか、なんか、なんやろ、なんて言うんやろ、あんま伝えづらいんですけど、時戸さんの孫さんってことね、とりあえず。それでは、ジョビンさん、どなたに投票されますか？僕やっぱ川野くんで。川野さんに3票目が入ります。はい。では川野さん、マイクのミュート忘れないようにお願いいたします。では7番、ゴンタさん、どなたに質問されますか？梅原さんで。あれ、違った。どうも。あ、どうも。あ、河野くん、今、ガチでイラついてます。顔でわかります。あ、そう。はい、ガチでイラついてます。あのさ、ちょっと いくつかいい？まず、R さんが最悪で、例えば、役職持ちで騎士だったら、マジ最悪じゃない？まあ、そうだね。で、その場合ってさ、あなた騎士じゃないよね。騎士って、この状況はさすがに言わない方がいいと思うよ。やっぱそうだよね。うん。っていうのは、その、もう黒がどこに混じってるかっていうのが分かっ、まあ、いやいや、まあ、いや要は R の役職なんだよ。それだけで。いや、あいつが強人なら問題ないんだよ。あれが騎士だったらもういいじゃん、できんで。そういうことでいい、それでいいかな。いいと思うよ、うん。あ、俺もそれでいいと思うんだよ、正直言って。あれで騎士だったらさすがにもう、だってそれ、できるでしょ。もう、あれで守る気ないもんね、ブラをね、その騎士はね。守る気ない、守る気ない。壊す気だもんね。お前が持ってる剣は壊すためかって話だもんね。そう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 。で、あとは、あとこれ、俺は時々出しをもらってて、正直言って、俺の目線からも、この人生で強靭だったから、時々の方が真なんだなって。重ねちゃダメ。お任せします。それでは、ゴンタさん、どなたに投票されますか？これ、川野師匠。でも決めとなきゃいけない。河野くんで。ごめんなさい。河野さんに4票目が入ります。ね、投票の結果、本日処刑されるのは河野さんです。それでは河野さんは最後に遺言を残すことができます。遺言をお願いいたします。まあ、時戸さんが怪しいのは間違いなくて、怪しいっていうか黒なのは間違いなくて、で、まあ、風魔後どっちかだと思うんですけど。これ、フードだったりするのかな？俺、魔後どっちか言うと、フードさんがやっぱ変えたのがよくわかんなくて、よくわかんないわけじゃないですけど、フードさんちょっと黒地味でかなって思います。以上です。頑張ってください。これは、それでは、魔後占うでいいんだよね。河野さんはマイクのミュートもお願いいたします。ありがとうございます。河野さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。機種が守った。生存したプレイヤーの皆様は、ビデオの停止を押して夜をお過ごしください。わけわかんねえんだけど。それでは皆様、恐ろしい夜がやってまいります。おやすみなさいませ。うん、1日目は人狼は活動しないってこと？あ、ちげえや。折笠さんが殺されたんだ。全然、俺、わかってなかったわ。で、俺を絶対噛んでくるから、人狼は。ジョビンさん、ゴンタさん、梅さん。で、ゴンタさんと梅さんのやりとりが多分、あ、梅原が、時戸を騎士で守るというファインプレイ。これ。これだね。これがストーリー的にも繋がる。格闘ゲーム業界の、次はお前だ的な。今回はそういう、あれだね。霊光波動拳の継承の回だったんだね、人狼。で、俺が、占いで、孫という、悪ですよ。格ゲー界にはびこる。悪を占いの結果、悪って言い当てて、そこで完全勝利。梅ちゃんミスんなよ。守る相手。頼むぞ。来た。ピポーン。占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。俺だよね。
それでは時戸さん、本日どなたの正体を確認なさいますか？孫さんでお願いします。それでは孫さんの正体をお伝えいたします。孫さんの正体は人狼です。ありがとうございました。それではビデオの停止、マイクのミュートをお願いいたします。やっぱそうだったんだ。これはこの人選は魚さんランダムって言ってたけど、巧妙に作られた継承の儀かもしれん。次世代、そういうことだったのか。国にも粋なことやるね。ストーリー出来上がっちゃってたわけだ。呼ばれたよ。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。はい。1番梅原さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。2番時戸さん、3番フードさん、はい、5番孫さん、6番ジョビンさん。孫元気なくなってんじゃん。7番ゴンタさん。いや、ここの顔芸忘れちゃうんだよな。以上、本日無残な死体となって発見されていた方はゴンタさんです。ゴンタさんはビデオの停止をお願いいたします。それでは話し合い開始前に現在生存者5名です。マイクのミュートお願い、マイクのミュート解除ですね。マイクのミュート解除お願いいたします。それでは3日目の話し合いを3分間で開始してください。どうぞ。はい、まあ、とりあえずいいですか、はい、レイバシ、まあ、はい、あ、動いてきたね。あの川の黒です。なのでゴンタが噛まれたのがかなり痛い、正直言って。めちゃめちゃ痛いと思ってます。フードは、ごめん、フードは黒、そうだよ。だから川野は黒かった。はい、これ簡単っす。孫さん黒って言ったんで、もうこれ超簡単で、時田白確定なんですよ、はい、まあそうだよね。ってことは俺と、はい、孫さんはローラーで終わりっす。あ、いや、いいですか。はい、占いました。僕占い師なんで。あ、そうか、新占い師なんですよ。勝、はい、ちやん。で、すいません、孫さん占ったけど、まあ、太鼓ばっか占ってるやん。はい、人狼です。そりゃそうだろ。で、孫さんはもう、黒って時点でむしろ多分きつかったと思う、川の。白って言わなきゃいけなかったのか。白って言わないといけない。それで、俺と孫さんの信用勝負。うん、で、なるほど。ローラーして、時は一旦ローラーでっていうのが、そう。っていう感じですよ。はい。どういうことです。ローラーできるか。2回切る。いやじゃなくて、もう孫さん人狼なんで。わかんないです。とりあえず孫さん釣りますよ。おお。釣ってみる。釣ってみる。やっぱね、やっぱ、はい、そう、フードが川野に重ねた時点で、川野は人狼じゃないなっていうのが今回ね結構強い意見だったんですよ。おお。最初に3票目を重ねた時点で、はい、で俺の中で川野はもう黒確定だったんで、うん、占い結果もそうだったし、うん、後でなのでフードは多分そうじゃないんだろうなと。あと前日時戸2票、川野2票の時に孫さんの番で時戸に投票してる、はい、そう。あ、でもそうか、そうでしたっけ。俺も孫のこと疑ってたから、俺のこの2からの3の切り替えが超早かった、分かってたから。そこのねそういうのもちょっとみんな、俺がそんなに疑われてるのがすげえ困るんだけど。え、でもそれフードも全然あるってわけでしょ、言ってる。だから孫さんって言ったと俺つってください。違う違う。だってさ、いや、もう終わってるよ。だって2人して川の黒って言っちゃったんだから、もう時戸が本物やん。そうっすね。で、その時本物が孫のこと黒って言ったんだからもう。そういうことですよね。まあでもあと40秒近くある、40秒ぐらいあるから頑張ってみよう。あれでも R さん騎士、あ、ごめん、騎士です。騎士です。お、騎士かわいい。あ、そうなんですね。やっぱそうだ。いや、R さんちょっと…いや、騎士です、騎士です、すみません。いや、R さん…なさい。え、でもやっぱ孫はね、これを噛むのかなと思ったんだよね、占い師、うん。いや、そしたら負け。いやいや、負け。あ、負けなの。ローラー負け。ローラーがなくなるから、どっちにしろフードと孫つって終わりになっちゃうから。うん、ああ、そうなんだ。今回はそう、とりあえず、だから、まあでも、もう突っ切ったね。いや、ちょっと待って。せめて白って言うべきだったね。いや、黒って言うしかないだろう。いやいや、白、全然全然。あ、でもローラーできちゃうのか。白にして、時戸を、弁明もしてないけど、確定で釣るっていう。うん、それでは、話し合いが終了となりました。はい、皆様、マイクのミュートをお願いいたします。マイクのミュートをお願いいたします。孫さん、出現の時に。それでは、本日襲撃されていたゴータさんを起点といたしますので、
1番、梅原さんからの質疑応答です。梅原さん、どなたに質問されますか？これ質疑いや、もう孫でいいですよ。孫さんに1票目が入ります。はい、では、続いて2番、時戸さん。孫さんに1票で。孫さんに2票目が入ります。フードさん。孫さんです。もうほら、指もやってないもん。孫さん。では、5番、孫さん。自分には投票できない。R さんに1票でお願いします。R さんに1票目が入ります。できるのか、ジョビンさん。孫さんで。孫さんに4票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは孫さんです。遺言をどうぞ。いやー、そういうのもあんのか。難しいな、人狼は。未熟でした。はい。まあ、とりあえず、R さんと後で話し合いたいと思います。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。村人陣営の勝利となります。おめでとうございます。はい。それでは皆さんお戻りください。いやー、マジか。いやあ、そうか。強人がいないの確定なのか。使ったんだな。あ、孫さん、ちょっと来ていただいて、今来れます。来れなかったですよ。あ、大丈夫です。大丈夫です。ではじゃあ、坂野さん、内訳を先にお願いします。はい。では、私の方から配役の方を発表させていただきます。まず、人狼2匹、孫さんと川戸さんです。はい、そして、占い師、時戸さん。霊媒師、フードさん。騎士、梅原さん。強人、R さんです。はい。さあ、孫さんで。いや、孫さん、途中まですげえ良かったんですよね。良かった。いや、ごめんなさい。なんか、いや、難しい、これ。いや、正直言って、盤面悪すぎて。悪すぎましたね。から強人ですよ、その強人がね、助けたんですけども、ちょっとすいません、僕的には結構決め打ちで、はい、もう時の頃本物だろうと思ったから、はい、川野も助けに身を投げたつもりだったんですけど、そうでしたね、ダメでしたね。いや、それは良かったです。良かったですか。いや、でもそのままローラーされてて良かったんじゃない。そうか、じゃあ正解なんだ。そのままローラーで良かったの。そのままローラーでもいい。でもローラーだと川野が死んで、もしかしたらクロストップって起こるかもしれないから、霊媒になるのが良かったかもしれないですね。あ、霊媒を名乗った方が良かった、うん、はい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 。いや、てか俺、霊媒に名乗ったのなかったな。わかんないですけどね。わかんないですけど、ね。霊媒行かなくてよかったっすよね。いや、行かなくてよかったね。いや、ミスったわ。いや、22にしたくて。だけども、22で、強人がもう死んでる確定だから、そう。行かない方がよかったんだな。そう、5死4になっちゃうんですよね。5死4だとかなり弱くなるんで。俺が R さん占ったのって微妙なんすか？いや、全然別でよかったっす。ああ。だってもう、時々が人狼に仕立てられるじゃないですか。はいはいはい。最高です、最高です。でも、ジョビンのある推理は当たってたんだね。はい、川野さん。そうですね。いや、まあ、やっぱ分かるんです。川野のお気持ちは。びくしてるもん。でも、まじ、ゴンダさんの、食なくなったですごいリアクションしてた。あれ、おかしかったもん。変なリアクションしてたもん。関係ねえだろ、お前、ゲーム。いや、僕、マジそれ思いました。でも川野ね、確かに梅原の1票が2票になって帰ってくるから、お前、気をつけなきゃいけないね、これ、ね。いや、そうなんですよ。1が2になるんですよ、ね。あんだけ結構理路整然と言ったのにジョビンな、あー川野で言ってたけど、お前ちょっと怒ったもんなんだけどな。こいつ話聞きよみたいな感じ。マジで怒ってる顔してました。イラッとしてたよね、明らかに。ようやくコメント見れるわ。イラついてたけど、どうでした？いやでもね、まあ、でもあれですよ、孫さん、レッドブルに言いましょうか、はい、あなたこんなもんじゃないって、てか7時45分に起きたらしいじゃないですか。何してるんですか？あなた自分で言ってたじゃないですか。俺はカード占いがやっぱなかった。まだ頭回ってないじゃないですか。いやでもすみません、最後、縄がね、足りないと思ってたから。なるほどね、はいはいはい。カードぐらいやっぱなかったか、まあ、フードとの信用勝負に持っていくしかないなと思ってたんですけど、はい、まあまあこれでいこうかな、まあ、2回戦いきましょう、2回戦いきましょう、はい、最高に話されるかな、はい、トイレタイムいきますんで、僕の時計で37分スタートでいきます、37分、トイレ休憩タイムです、はい、はい。